ちゃ。まあいろいろ話を聞いてきたけども、はい、かっこいい男になりたいと。かっこいい男はね、プライドを守りたいと。で引退してもプクプク太りたくないと。すいませんでした、ね、今年の目標というか、はいね、これからの目標は減量をします、はい、減量しましょうね、はい、やっぱスーパーカーなんで。そうだね、はい、よく知ってるね、はい、知ってます、はい、なるほどね、はい、いろんな人と対戦してきたと思うけども、はい、まあ、ベスト3ピッチャー上げるとしたら、うん、これはすごかったなっていうのは誰だったの。まあ、俺にかかったらお前。いやいやいや、なんかそのありきたりもね、なんかそれこそダルさんとか、あの辺はなんか別にみんな知ってるわけじゃないですか。まあまあそうだね。なんか、あ、そこなんだっていう選手を今考えてます。あ、そう。いや、無理やり絞らなくてもいいよ。本当ですか。うん、僕はじゃあ、広島カープ長川さん。お、意外なとこ来たね。あのフォークボール、はい、その、まあ、若い時、今立てばそこまで衝撃じゃなかったかもしれないですけど、その19とか20歳の時、長川さんだった時にもうフォークがもうびっくりしましたね。もう頭ぐらいから全然ワンマンするんで、あ、もうこれはもう絶対に打てないと思ったっす。じゃあ球種で行ってみるか。じゃあまっすぐダメだったら誰。あ、佐々木朗希ですかね。大谷とはやってる。ああ、そうですね、翔平よりなんか佐々木朗希の方が伸びがある。フォームもダイナミックじゃないですか。こう足がバッと上がってゴムみたいな、はいはい、そのしなりがめちゃくちゃあるので、また球の質は全然違いますけど、佐々木朗希の質が速いと思ったですね。ちょっと待って、大谷も速かったでしょ。もちろんです、めちゃくちゃ速いですけど、球の質っていうのが違う。質、まあ、もちろんそのね、素人に分かりやすく説明すると、大谷はどうなの。こうドーンっていう速さ。なるほど、分かる分かる。佐々木朗希、多分分かると思うんですよ。ファーンって、ファーンってくるんです。ヒョンってくるんだね、はいはい、そうですね、その違いはありますね。衝撃だった、やっぱ。いやー、はや、あれオープン戦ですかね、僕は。多分アウトコース162キロぐらいのやつ、オープン戦で、はい、うおーって思ったんですね。速いやーと思った。やっぱ速いな。いやめちゃくちゃ速かったですね。また真っ直ぐ来てカーンってヒットになったんですけど、うん、まあ、その真っ直ぐ狙って真っ直ぐ来てから打てたなっていうぐらいで。いやでも真っすぐ狙ってても160キロとかなかなか打てないよ。たまたまその打てる高さに来たとか、うん、本当その程度ですね、うん、たまたまこうポンっていいゾーンに来てくれたっていうだけで、もう自分が捉えたっていう感覚がない。いやもう捉えたっていうよりかは、まあ、捉えたみたいなそんなレベルだったんで、あれは早いですね、はい、じゃあスライダー。スライダーダル。ああ、そうですね、まあ、やっぱダルさんですね。マイケンのスライダーもいいんですけどね、うん、ダルさんの方がこう強い、早い、強い、うなるスライダーって感じです、はい、大谷翔平もスライダーいいよ ね。そうですね、日本にいた時より今の方がなんかこう、いいイメージ、ね、そうだね、はい、通信、まあまあ、青柳じゃないですか。青柳、青柳の通信やっぱいい、はい、でも打ってるよね。いやいやいや、全然打ってないです。打ってないの。打ってないですね、分かっててもゴロになりますね。そうか、でも顔も見たくないっていうのはそんなにいないピッチャーの中で。昔の浅尾さんとか嫌だったんですよ。もう8、逆に計算してましたもん、6回ぐらいから。これ7、8、浅尾さん、まあ浅尾さんこれ最悪やな、当たるなって。うん、浅尾さんを打てる気しなかったですね。ああ、そう、はい、でもピッチャーのベストっていう風に、なんかこう対戦してとかじゃなくて、まあ投げてる姿でもいいし、一番ピッチャーとして、ああこの人は優秀だなと思うピッチャーって誰。全部合わせて、うん、優秀だな。だって交流戦もあるわけでしょ。あ、まあ、山本由伸とかも当たってるだろうし、はい、佐々木朗希も、まあ、ダルも大谷も黒田さん。ああそう、なんか、まあ、その僕はやっぱこのイメージもあるんで、投げてる姿っていうか、かっこよかった。かっこよかったっすね。キャッチャー、キャッチャー、まあ、例えば自分が打席に立ってて、うわこのキャッチャーは読みにくいなとか。やっぱ谷繁さん、谷繁さんじゃないですか。あ、しげ古田とはやって。いや僕はやって、あ、やってないんだ。古田さんやってないですね。あ、じゃあ矢野とか、まあ、矢野さんももちろんあります。やっぱその城島さんもあります。あ、谷繁さんもやっぱ谷繁。そうですね、谷繁さんは意識させられてましたよね。あ、でファーストは、まあ、中田翔とか。ああ、確かに翔はいいですよね。めちゃくちゃいい選手ですね。一緒にやればやるほどもう分かりますね。ああ、そう、はい、その守備での貢献がすごいです。あ、やばい、うまいと思うよ。あいつ何がすごいって、あのファールフライをかけるのめちゃくちゃ速いんですよ。あれ多分ショートからなんでめっちゃ見えるじゃないですか、うん、めっちゃ速いです。
バーンって上がった瞬間バーって走るんですけど、めっちゃ速くて、ああもうああいうなんかちょっと見えない部分のああいう貢献っていうか、ハンドリングもやらないよな、そっちはもう、ね、見るからにうまいんで。もうそうだよね、肩も強いし、勝負はいいですね。やっぱファーストは中田翔がいい選手だなと思う、はい、セカンドでいい選手だなと思う、はい、まあ、山田哲人じゃないですか、菊池じゃなくて、まあ守備だけでって言われたらね、うん、でもトータル的に言えばやっぱそうトリプルスです3回、まあそうそう、もう考えれないですからね、やっぱりそう、はい、うん、でも走るの途中でやめたからね、あなた、僕ですか、うん、やっぱ走れなくなっちゃったんですよ、怪我で体的に、はい、走ったらもう全然ダメになっちゃって、はい、うん、そういうのはあるですね。サードは岩田修一、おお、まあ一緒にねやってるからすごい、いやいや、すごさがめっちゃ分かれるんで、まあまあ、修さんあとその痛いのにめちゃくちゃ強いです、痛みに、はい、でも守備もうまかったよね、めちゃくちゃうまいです、うん、この前なんか OB 戦でライトにホームラン打ちました、ああそう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 まだパワー健在なんです。ショートは松井一択ですね。あ、自分は、ええ、自分これあ自分は見えないもんね、自分の姿がね、松井一択、はい、外野3人挙げるとしたら金本さん、あ金本ね、松井秀喜さん、一郎さん、もうここら辺はなんかバツッときたね。金本さんはなんか YouTube とかでめっちゃ見ちゃうんですよね。ああ打ち方とか、はい、松井さんとか一郎さんの YouTube なんか、まあ、その動画でバッティングでは見ないですけど、金本さんも全然タイプ違うんですけど、うん、金本さんの打球が半端なさすぎて早いよな。あの僕本当にめちゃくちゃ全盛期ギリギリ見れてるぐらいなんですけど、僕がプロ入る前のやつとか見るとやばいっすね。いやいや、そりゃすごいよ、ね、すごい、すごいなと思った。成績ももうおかしいっすもんね、一人だけ。いやいや、全然違うよな、ね、でも、その数字を抜いてってるからね。いやいや、さあ、連続試合とか、まあ、そう、ホームラン、まあ、やっぱホームランがやっぱあんだけ打ててるのがやっぱすごいっす。僕はホームランあんま打ってないんで。いや、違う違う、あなたショートだから。まあまあ、それはまあショートで400本、400本って3000本打ったらおかしいよ、ちょっと本当に。まあ、ちょっとベストナインみたいな、まあ、坂本勇人が見るかっこいい選手というね、はい、うん、まあ、こういう選手になってほしいというね、はい、まあ、選手だったけども、さあ最後に、はい、なんか子供たちにメッセージ欲しいな。あのね、これなぜかというとね、まあ、少子化もあるかもわかんないけど、うん、やる子供たちが減ってんだよね。野球ですか、うん、なんか野球やってくれみたいなの言えなくないですか。まあ、そりゃそうだな。いろんなこと頑張ってやってほしいみたいな感じじゃないですか。うん、でじゃあやってる子供たちに、なんていうんだろう、まあ、メッセージみたいなのがあればな、励ましの。やっぱね、少年野球教えに行ったりとかもすると、やっぱ質問ある人って、どんな選手の人でも知ってるからって言って手を挙げると、やっぱ隼人のことが一番多いんだよ。まあ、途中で山田哲人とか村上とかいろいろあるけど、平均してずっと多いのがやっぱ隼人なんだよね。うん、嬉しいでしょ。いや嬉しいです、ね、子供たちに応援してもらってるって、はいはい、そうっすね。まあ、野球の練習ってやっぱ長いじゃないですか、うん、まあ、今最近どうなんか知らないですけど、うん、あ練習しんどいなとか、なんかうまくいかないことがね、バッティングなんか特にこう10回経ったらね、3回成功すればいいスポーツなんで、うん、失敗の方が明らかに多いスポーツだから、こう、ね、嫌になる瞬間結構多いと思うんですけど、うん、練習もしんどいし、まあ、エラーしたりとかね、うん、だから、まあ、でもそのチームスポーツでこう一番ね、野球がこう逆転のスポーツであって、そういうしんどいことをみんなで一緒にやってるから、勝った時の喜びとかが大きいんで、まあ、そういうのはいっぱい体験してほしいなって思うんで、やっぱね、途中でこうやめちゃうと何も得ないまま、まあ、それは野球だけじゃないんで、うん、継続してそうやってこうやり続けた先にこうすごく得るものが絶対あると思うんで、やり続けてほしいなと思いますね。まあ我慢する力と継続する力、うんうん、絶対大人になった時に人としてね、絶対大きくなってるはずなんで。そうだよね、こういうしんどいことを継続するっていうことは。まあ1本目の動画の時に毎日欠かさずランニングをしてたと、だそれがやっぱプロに入っても継続する力、そういうものが身についてたと、知らん間にね、うん、やっぱ野球ずっとこう頑張ってきた人たちはね、僕の周りにその野球選手じゃなくてもいっぱいいますけど、うん、なんかこう我慢強い人がなんか多いイメージがめちゃくちゃあって、まあ そうだね、そういうのもなんか得られると思うんで、まあそうだな、なんか嫌なことあってもこう継続して、ね、怖
子園目指すまではとりあえず頑張ってやってほしいですよね。まあそうだな、はい、甲子園目指すっていうのは多分すごい特別な、ね、体験だと思うんで、まあ一つの夢でもあるしね、うん、野球やってるね。じゃあ見てる子供たちにはメッセージを送ったけども、うん、その子供たちに今年の約束してよ、例えば優勝するのか、うん、40発また打つのか、はい、だったらもう優勝っすね。優勝か、やっぱそのなんかね、優勝とかそのチームが勝つのが一番最後嬉しいですから、ね、まあそうだそうだ、もちろん自分が活躍して優勝するのが一番嬉しいんで、うん、自分の活躍ありきですけど。じゃあもう優勝見てるね子供たちは、あの、まあ、大人もそうだけど、はい、まあ、ジャイアンツファンもね含めて、はい、まあ、優勝するという約束を。優勝します。よし、はい、向こうの阪神ファンもいいんだよね結構。何言ってんだ隼人は。いやいや、もう今年ね、もう盛大に騒いだと思うんで関西でなるほどね、来年の東京でちょっと騒がしてもらいます。騒ぐ、はい、なるほど。まあなかなかありがとうございました。本当にやっと来てくれて。いや、すいません、はい、まあ、野球のことしかもうね、本当は聞きたいこと山ほどあるんだよ、はい、優勝しなかったら来年も。じゃ あ、 じゃあもう約束だぞ、はい、優勝しなかったら来ます。はい、したらじゃあ1年休みで。わかりました。わかりました。どうもありがとうございました。